はい、皆さんこんにちは、坂木敦でございます。まもなく12時になろうとしてますね。2月は25日の土曜日でございまして、千代田区11度、この日は14度で、ちょっと寒いかなという感じですね。この後ですね、ランチタイムでございまして、ビール系飲料などいただきながらですね、ランチを楽しむんですけども、ちょっとですね、ランチをビールを美味しくするためにはですね、あれですね、暖房をかける必要がありそうな感じでございまして、さて本題を参りましょう。その前にですね、さっきライブを設定しました。本日14時からですね、愉快なお隣さん対戦中労働者問題ですね、これで一発やろうかなというふうに思ってます。明日はどうしようかなという感じですけどね、まあ別に何でもいいんですけど、喋れることであればね、今ね、深夜食堂って見てるんですよ。昨日は2本目の映画見たかな。何でも作れるぜ、何でも作るぜ、作れるもんならって、注文してくれれば何でも作るぜ、作れるもんならというあれでございますね、私もですね。喋れるもんなら何でも喋りますよって、注文してくれればって。注文はあんまりないと思いますけどね。まああれを見ながらそんなことを考えてました。別に喋れるレパートリーは少ないんですけどね。行きましょう本題。これは時事 .com 昨日24日19時33分に出た記事でございまして、交渉は勝利後ウクライナ全土制圧もロシア前大統領って、びっくりした、風ですね風。何やろなというタイトルですね。そんな長くないんで読みましょう。ロシアのメドベージェフ前大統領各国安全保障会議副議長は24日ウクライナ侵攻でロシアの勝利は達成されると述べ、交渉はその後だと主張した。ウクライナ全土制圧の長期的なシナリオをも示唆した。通信アプリテレグラムに記した。メドベージェフ氏はさらなる領土獲得を経て勝利が早く実現するよう全員が願っていると指摘。ウクライナ支援を強化する西側諸国を念頭に敵の動機はロシアを弱体化させ長い間血を流させることだと非難した。また脅威をできるだけ遠く、かっこウクライナ西端、のポーランド国境まで追いやるべきだと訴えたと。これで終わってるかな。そうですね、何を言うたはんやろなって感じですよねこれね。メドベージェフさんという方は前大統領です。プーチンさんは確か2000年からですね大統領やってたんですけども、当時のアメリカじゃロシアの憲法ではですね、大統領は2期しかできないんですね。2期しかできなくって、3期連続でできないんで、一旦ですね、このメドベージェフさんを大統領に据えてですね、で、自分は首相という立場になったわけですね。で、メドベージェフさん1期で追い出してですね、また今大統領に返り咲いて、今度はですね、3期以上できるようになったわけですね。なんか習近平みたいですけど。なんで、もう未来永劫ですね、プーチン氏は大統領を続けるはずです。彼の頭の中の予定ではね。で、来年また選挙があるんです。形だけの大統領選挙ですね。これでプーチンさんが生きていて立候補すれば当選は確実です。というかそれ以外はありえないわけですね。まあ一応形の上では対抗候補出てきますけども、あんまり対抗候補がですね有力になってくるとですね、これは休止という選択肢がございましてですね、プーチンがフッてやればですね、急に心臓発作かなんかで お亡くなりになったりしますんでね、あんまりだからね対抗候補も頑張らん方がいいなと私は思いますけどね。まあそれは置いといてですね、このメドベージェフさんという方はですね、まだですね野心満々なんですよ。で今ですね、プーチンさんを降ろそうかみたいなですね動きがロシアの中にはあるという話なんですね。その時に誰をじゃあ大統領に据えるのかという時に、ご本人はやる気満々らしいんですよ。ただ周りはですね、どうもですね、メドベージェフ推しではなさそうなんですね。なさそうなんですけども、ご本人はですね、なんとか目立とうと、まあどっかのですね都知事みたいなことをですねやってるわけでございまして、何かと目立った発言をしたがるというのがこのメドベージェフさんですね。そんな一環としましてですね、こんなことをおっしゃったんでしょうね。ロシアの勝利は達成されると。で、
交渉はその後だと主張したとおっしゃるわけですけども、あのまあそういうことを言えばですね、現にこの日本の G.com はですね、取り上げてくれますし、私もここでネタにしてですね、ええやふねふと言うてんで喋るわけであって、まあ目立つということに関してはですね、目的を達成してますね。あのどこかの都知事もですね、非常にその目立つということに関してはなかなかお上手いらっしゃいますけども、まあメドベージェフさんも、ああ負けてへん、世界規模やん、あかんでそんなん、都知事もっと目立たなあかんやん、なんか言うてえなみたいな、そんな感じになってますけども、で、どう考えてもですね、そのウクライナ全土制圧なんてできるわけないよって、キーウさえですね取れなかったわけですよ。去年の今頃はですね、キーウに向かって進撃ってやってたわけでね、それがですね止められてしまってですね、キーウさえ取れなかった。プーチンさんの予定では2日か3日で取るはずやってです、あのかかっても1週間というはずだったんですね。それさえできなかった。昨日も申し上げましたけども、あの国際空港にですね空挺部隊を下ろしたんですね。で、そこでですね空挺部隊が国際空港を確保している間にですね、どん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 飛行機でですね航続部隊を送り込もうとしたわけです。ところがですね確保できなかったんですね。待ち受けていたのはですね、私のイメージではですねイギリスの SAS なんです。世界一の特殊部隊が待ち受けていてですね、まあ、あのいつどんな形で攻めてくるっていうのはですね、多分情報が漏れていたんだと思います。で、歓迎委員会を開いてですね、見事にですね、なんていうかこうその阻止をしたと、多分全滅したんちゃいますか。で生き残った人も捕虜になったんちゃいますかね。で見事に空港奪取作戦大失敗の巻きで、で陸上部隊もですね長蛇の列でですね、停滞しているところをですね、ウクライナ軍のですねジャベリンでですね徹底的に破壊されてですね、あかんあかんわやめようっつって尻尾を巻いてですね、キーウ奪取作戦はおよそ1月ぐらいで挫折してましたね。で尻尾を巻いてですね、ベラルーシ側に引き上げてですね、その部隊を東側に回したということでございました。キーウも取れていないのにね、何がウクライナ全土制圧じゃねえってほんまに休み休みにいえってやつですね。ただですね、そういうことをやって目立っておくとですね、とりあえずプーチンを下ろして、形の上だけでも大統領を変えようという動きになったときに、自分が有力な候補になれるんではないかと本人は勘違いしているわけですね。今のなんたらっていう参謀総長とかですね、ワグネルのですね、あの大将ですね、まあ、なんかいやらしい顔した。ああいう人が、名前は挙がってますけども、有力候補っていうのは、ね、いないんですね。まあ、どんぐりと背比べみたいになってましてですね。で、プーチンがこのメドベージェフに代わってもですね、こいつこんなアホなこと言ってますでしょ。まあ、結局その、なんていうか、西側に対してはですね、こう平和的な、穏健な政府になり変わりましたという、ポーズにはならないんですね。だから 100% このメドベージェフさんの目はないと思います。プーチンさんが自分で譲るってありますよ。お前ちょっとやっとけみたいな。でもそんなこともないやろと思うんで、まあほぼ 100% はないやろなと。でもまあ吠えていればそのうちチャンスは回ってくるかもわからんということですね。まあ言うてみればこいつ安牌なんですね、プーチンにとっては。自分が首相としてこいつが大統領に据え置いておけばですね、勝手な暴走はしないだろうというふうに考えて大統領にしてやったわけです。ところがですね、彼は大統領時代にですね、ちょっと暴走しかけたんですね。プーチンの手綱から逃れようとしたんですね。ピッ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 って引いてるのに、いや、俺が独自色出すんや、みたいなことをやりかけてですね、慌てて手綱がギュッと引かれてですね、それで大統領を降ろされたらですね、首相になるのではなく、官職に追いやられたんですね。その官職が安全保障会議、副議長なんです。議長ですらないわけです。でもこいつには前大統領という肩書きがあるんでですね、時々こういうところにしゃしゃり出てきてはですね、アホなこと言ってるわけですね。はっきり言ってね、ロシアはこの程度のおっさんでもですね、仮の大統領が務まったというわけですね。まあなんかしょうもない三文オペラみたいな話でございましたね。一応ですね、この時事.com の私が今読んだ
ページのアドレスを貼っておきますんで、まあ、あのおっさんの顔も写真出てますんで、見たいという方は物好きな方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。